オスナ、トリッププレイ失敗。両軍無得点で迎えた7回ワンアウト1塁の場面で面白いシーンがあった。ヤクルト2番手の大西がクイックターンから牽制球を投げたが、マウンドでつまずいてバランスを崩した。牽制球は高く浮いたが、身長188センチのオスナがジャンプ1番ミットに収めた。だが、次の瞬間、オスナは牽制球を後ろに反らしたように見せかけ、ファウルグラウンドにダッシュする素振りを見せた。ここで一塁走者の巨人、立岡が勘違いして二塁に向かおうとしていたら、一、二塁間の挟殺プレーでアウトになっていたと思われるが、立岡は冷静で、一塁ベースから動こうとはしなかった。トリックプレーが未遂に終わったオスナだったが、この場面を大西が三振ゲッツーで乗り切り、スコアボードに、ゼロを刻み込んだ。昨日、明日に繋がると言ってましたが、どこがどう繋がったのでしょうか。最近、隠し玉とか、こういうプレーを見ないな。その後の松本の送球、さすがシュートを刺すだけある。立岡が監督やった方がなんぼか、マシかもしれないな。阿部、岡本、坂本を整理しないと再開確実。一昨年のホークス戦でのプレーは、成功したね。本当に頭の切れる一塁手だ。今年もだけど、来年以降も頼むぞ。今年、最下位だったら阿部、二岡、矢野は、責任取って首か。ピッチャーが、良くなったのは、内海、杉内のおかげだぞ。阿部の力ではない。4番のさ、気迫が違う村神様。鈴木サンタナ、こすった当たりがセンターオーバーホームラン。東京ドーム、良いこともあるんだね。そんなことより、マルト、ヘルナンデス以外思い切って、1軍と2軍の野手入れ替えてみて。勝てる要素なし。ライダー秋広はないだろ、重信カバントの名手で、まるで勝負だろ。ほんと阿部采配忘れてる。オスナはよく考えてるな。でも立岡はヘッドスライディングしていてよく見えなかったような。小さい球場ホームにしながらホームランじゃ勝てないっていう監督がホームランで負ける。決してふざけているわけでなく、絶えず相手の隙を狙っているのがオスナだ。